こんにちは、シードコムスチャンネルの春です。今日は3分でできるお腹引き締めトレーニングを紹介していきます。ぜひ一緒にやってみてください。仰向けに寝転がりましょう。最初の動きは両膝を曲げて膝を90度にします。両手頭の後ろ、息を吸って吐きながら頭を上げましょう。吸って戻る、吐いてアップ、吸って戻る、30秒間繰り返します。もしこれがきつかったら足下ろした状態でも全然大丈夫です。今日の体、体調に合わせながらポーズ選択してください。しっかりと吐く息でお腹を丸めて、お腹の筋肉を使っていきます。以上、OK。 じゃあ今度足下ろしたら足を腰幅に開いて両手を体の横に下ろします。頭を持ち上げたら右手で右のくるぶし立ち、今度左手で左足のくるぶし立ち、この動きを繰り返していきます。これも吐きながら外側を立ち、今度はお腹の横の筋肉を鍛えていきます。ゆっくりでも全然大丈夫です。自分のペースで繰り返しましょう。です。今度は足をまっすぐ前に伸ばしていきます。床から少し浮かせる程度でキープをしていきましょう。下腹の筋肉に効かせていきます。もし腰が辛かったら両手お尻の下に入れても大丈夫です。かかとを押し出して、できるだけ床スレスレのところでキープしていきます。だんだんお腹の力が抜けやすくなるので下腹意識しながら呼吸しましょう。ナイスキープです。 OK。 一旦足を下ろしたら今度もう一回足前に伸ばした状態で足を前後に動かしていきます。これも30秒間行っていきます。慣れてきたらどんどん足を大きく動かすようなイメージ。腰辛い方は両手お尻の下でも大丈夫です。呼吸は止まらないように繰り返しながら行っていきます。夏に向けて一緒にお腹引き締めていきましょう。 OK。 お疲れ様でした。最後指からめて手のひら返します。手と足遠くに引っ張ってお腹を伸ばしてあげましょう。よいしょ。お疲れ様でした。シードコムスチャンネルでは健康に役立つ情報をたくさん発信しています。他の動画もぜひご覧ください。